ハーバード美術館群は、ハーバード大学の付属施設で、美術館3館と研究専門の4施設で構成される。そのうち、ホック美術館、ブッシュ・ライジンガー美術館設計の、イタリアルネッサンス様式の建物に置かれ、1925年に、クーリッジ、チップレー、ブルフィンチ、アボット建築設計事務所が設計したクインシー通りの、ジョージ王朝様式の建物に移る。 ホック美術館は中世から現代の西洋絵画、彫刻、装飾美術、写真、版画と素描の収集で有名で、特にイタリアのルネサンス、イギリスのラファエロ・ゼンパ、ー、19世紀のフランス美術、並び1 9 20世紀のアメリカ絵画と素描の収蔵品が優れている。モーリス・ウェルトハイムコレクションモーリス・ウェルトハイムの名前を、冠した注目すべきコレクションは、 印象派とポスト印象派の作品群であり、ポール・セザンヌ、エドガードが、エドアル・マネ、アンディ・マティス、パブロ・ピカソ、ビンセント・バン・ゴフホの絵画の他彫刻作品など、数多くの有名な傑作で成り立っている。所蔵品の各は4000点以上の芸術作品をまとめた、グレンビル・エル・ウィンスロップの収集品である。1943年に受蔵して以来、 ハーバード美術館群の遺産を形作る上で、中心的な役割を果たし続け、教育、研究、専門的な研修プログラムの基盤として機能してきた。このコレクションは次のような19世紀の重要な絵画、彫刻、素描の作家を対象に収集された。ウィリアム・ブレイク、エドワード・バーン・ジョーンズ、ジャック・リー・ダビッド、オノレ・ドーミエ、ウィンスロー・フォーマー、ドミニク・アングル、アルフレッド・バリー、 ピエール・オーギュストル・ノアール、オーギュストロ・ダン、ジョン・シンガー・サージェント、アンリ・ド・トゥールーズ・ロートレック、ジェームズ・アボット・マクニール・ウィスラー。中世後期のイタリア絵画作家軍として、オフィッタの、ガタ組、カメリーノのガタ組、ベルナルド・ダッティ、シモーネ・マルティーニ、ルカ・ディトム、ピエトロ・ロレンツェッティ、ロレンツェッティ、オルカネスク・ミゼル・コレディアの、ガタ組、オーコネスク・ミザ・ーコーディア。 サンテコスマスのが匠マスター・オブ・コスメスと、ダミアン・カンド・バルトロメオ・ブルガリーにダミアン・サンド、バートローミ・ブルガリーの作品がある。オランダとフランドルのルネッサンス絵画カトリック王の、達人、ヤンプロ・ボースト、聖地の達人、アルベルト・ボーツ、セイウルスラの達人。ルネッサンス期のイタリア絵画、フランジェリコ、ボッティチェッリ、ギルランダイオ、ゲラルド・スタルニナ、コズメ・トゥーラー。 ジョバンニ・ディ・パオロ、ロレンツ・ロット。フランスのバロック会が、ニコラス・プッサン、ジャック・ステラ、ニコラス・レニエ、およびフィリップ・デ・シャンパーニュ。オランダの巨匠の会が、レンブラント、エマニュエル・デビッテ、ヤンスティーン、ウィリム・バンド、ベルデ、ヤコブ・ヴァン・ルイス・デール、サロモン・ヴァン・ルイス・デール、ヤン・ファンデル・ヘイデンとディルク・ハルス。アメリカの会が、ギルバート・スチュアート、チャールズ・ W ー・ピール、ロバート・フィク。 サンフォード・ギフォード、ジェームズ・ェム・ウィスラー、ジョン・エス・サージェント、トーマス・エイキンズ、マンレー、ベン・シャーン、ジェイコブ・ローレンス、ルイス・ルーベンスタイン、ロバート・スローン、フィリップ・ガストン、ジャクソン・ポロック、ケリー・ジェイ・マーシャル、クリフォード・スティル。1901年の設立時、ドイツ美術館と称したブッシュ、ライシンガー美術館は、中央及び北ヨーロッパのドイツ語圏の美術を、 専門に研究する北米唯一の美術館で、あらゆるメディアと時代を扱う。開館式では、ウィリアム・ジェームズが祝辞を述べている。所蔵品には、オーストリアのゼチェシオン、ドイツ表現主義、1920年代の中象主義の重要な作品、さらにバウハウス派に関連する資料を含む。その他、中世末期の彫刻、18世紀の芸術なども、収蔵の範囲である。 この美術館には、第二次世界大戦後のヨーロッパのドイツ語圏から、注目に値する戦争直後期から現代に至る、ゲオルク・バーゼリッツ、アンセルム・キーファーや、ゲルハルト・リヒターの美術作品も収められ、あるいはジョセフ・ボイスに関しては、世界で最も包括的なコレクションに数えられる。ブッシュ・ライジンガー美術館に収蔵された、油彩画を見ると、ロビス・コリンと、マックス・リーバーマン、 グスタフ・クリムと、ムンク、パウラ・モーダー・ゾーン・ベッカー、マックス・エルンスト、エルン・ストルート・ビッヒ・キル・ヒナー、フランツ・マルク、カール・シミット・ロットルフ、エミール・ノルデ、エリック・ヘッケル、ハイン・リッヒ・ヘールレ、ゲオルク・バー・ゼリッツ、モホリ・ナ・ジラー・スロー、そしてマックス・ベックマンの名前が挙げられる。彫刻部門には、アルフレッド・バリー、ケーテ・コルビッツ、ジョルジュ・ミンネ、そして、 エルンストバラッハの作品を収めている。この美術館は1921年から1991年までアドルフォス・ブッシュビルにあった。館内には美術館の石となった中世の石膏模型が集められ、またブッシュ、ライシンガー美術館の歴史を常設展示したほか、フレントロップオールガンによるパイプオルガンのコンサートも開催してきた。1991年には、 グワスミージーゲルアソシエーツによる新築のベルナーオットー館に移転。2018年に模様された特別展は、ギュンターアイヒサクの1945年の死にちなみ、インベンチャー、ドイツのアート、1943年1955年と命名されている。サックラー・ムネは現在、公開展示を行わない。アーサー・サクラ美術館は1985年館で、 設計は、イギリスの建築家、ジェームズ・スターリングによる。建物の名前は、精神科医で起業家、事前活動家であり、建築費の主な寄付者アーサー・エーム・サクラーにちなむ。館内には、美術史建築学部の教務事務室が置かれたほか、美術図書館のデジタル画像ライブラリーと、ポジ写真コレクションも保管され、2016年時点では、 動学部教員とメディアスライド保管庫が休館を専用している。収蔵品には、アジア美術の重要なコレクション、とりわけ、中国古来のカワセミと日本の版画に加え、中国の青銅器の一品や、儀式用武器、仏教石窟寺院の彫刻、中国と韓国の陶磁器、日本の資本絵画と漆器が揃う。古代地中海と、ビサンチン部門は、ギリシャとローマ、 エジプトと近郊で作られたあらゆる形態の重要な作品で構成される。見どころとしてはギリシャの壺、小さな青銅器、古代地中海世界の各地で鋳造された効果が含まれる。この美術館にはイスラム世界とインドから絵画、素描、カリグラフィー、趣向の挿絵など紙に描かれたものも収蔵され、分けてもラージブートの美術品、8世紀から19世紀に 渡るイスラム圏の陶磁器は特筆に値する。もともとフォック美術館の増築部として設計されたアーサー・エイム・サックラー美術館は70人以上の建築家を評価した建築コンペを経てハーバード大学建築委員会がスターリングに設計を移植したことから世界の注目を集めた。プロジェクトが引き寄せた関心の高さを測る尺度として 大学は1981年にジェームズ・スターリングによるフォック美術館拡張設計と題する展覧会を催すとスターリングの設計案を公開し設計予想図をまとめたポートフォリオを発行している。竣工した建物の重要性はマスコミにますます取り上げられスターリングの設計、ハーバードの事業という点で広く認識された。おそらく最も注目されたのは 建築物としての構成あるいは外観とは別に、建築用地として様々な問題に直面しながらも、多様なプログラムに対応するデザインが、いかに独創的な手法を用いたかであった。ハーバード大学は、サックラー美術館に関する50ページの本を出版、ティモシー・ハーズリーによる豊富なカラー写真を添え、マイケル・デニスによるスターリングへのインタビュー、アーサー・エム・サックラー氏へのオマージュ、そして、 歴代のフロッグ館長スライブ、クーリッジ、ローゼンフィールドによる追想を載せた。世界的な評論家の賞賛にもかかわらず批判的な少数意見もあり、マーチン・ペレスから破壊さえ提案があったものの、誤って建築設計を誤って別のイギリス人建築家、ノーマン・ホスターに帰属させたこともあり、訴えは聞き入れられなかった。2013年時点で、 建物の将来の死とは未定で、その収蔵品は、フォック美術館、レンゾピアの胸に移転されている。スターリング設計の元の建物は2016年12月、現在は取り壊されていない。ありがとうございます。